コウイグル文字、または単に、ウイグル文字は、8世紀頃から中央アジアで主に、用いられたコウイグル語の表記に使用された文字。15世紀に作成された、いわゆる、クタデグビリングウィーンボーンのウイグル文字。4行目に対処されている一文は、アラビア文字するスタイによる、バスマラアラム系の文字であった、ソグド文字を改良して作成されたもので、 ソグド文字の総書体から派生したとみられている。フェニキア文字に遡るアルファベットのグループにおいて、現行のヘブライ文字やアラビア文字などと同様に、アラム文字の系統に属する文字である。アラム文字やその系統に属すソグド文字の文章は、ギリシア文字やラテン文字の文章とは異なり、文字を右から左へ書く。このため、コウイグル文字で文章が縦書きされた場合、 一般的に中世ウイグル語の文章などはアラム文字系の文章が半時計回りに90度回転する形になるため行は漢文などとは逆に左から右へ書かれることになる一般的にコウイグル文字の文章を横書きするか縦書きするかを時代の経過と関連づけて当初は速度文字と同様に右横書きであったが後に90度回転して 左立書きとなったと説明されるが、これは、やや不十分な説明である。ソグド文字は4世紀の段階で横書き、縦書きの両方されていた事例があり、コウイングル文字もまた現存するトルファンなどの9世紀から12世紀頃の壁画や文書資料などは、ソグド文字と同様に、初期には縦書き、横書き両方されていた。しかし、仏典などで漢文との兵器や混用などの影響の、 結果、徐々に、縦書きが中心になったようである。コウイグル文字による、聖書法が確立されたのは誕生と同じく、天山ウイグル王国時代においてであり、後のモンゴル文字も引き継がれた。コウイグル文字の系統はその後のモンゴル文字につながる。モンゴル帝国及びオーモットウルスでモンゴル語の筆者に、使用されていた、モンゴル文字は、当時漢語では、賢骨字文字、ペルシア語でもコット、 アイウリーと称されており、あくまでもウイグル文字であって、モンゴル文字とは呼ばれていなかった。キッタン文字は、キッタン人がウイグル人の使者からコウイグル文字を学び、それを参考にして作ったとされる。ありがとうございます。